おぎやはぎ矢作です。何おぎやはぎ矢作です。どうでしょうね、まあ、何先週ねやっぱ美のカリスマ来て、やっぱ俺たちいろいろ顔に塗られてね、顔に塗られてっていいやいいじゃん、あれはあれで ねだいぶ保湿が一番大事ってことで、そう相当綺麗になったんだよね。はいはい、なりました。あ、おぎなんて本当綺麗になってたし、なって、あの時ね、先週もね、先週美のカリスマ、あかねが来てね、あかね、あの有名なあかねが来て、アルファベットあかねね、アルファベットでもあかねね、するなんてもう言ってたけどね。はいはい、でそっから1週間経って、どうその美の方、保湿はやっぱやってますよ。やってる？うん、保湿。ほら今あの僕らの韓国のほら行ったでしょ、うん、YouTube で、うんうんうん、あれで産経商事で買った あそこの保湿使ってますよ。あれ、あ白くなるやつ、あ白くから、あれも使ってんの？あれもやってますよ顔。白くしてんの？白くか、白くはしてない。白く、白くなんだよ。まあ、白くなるやつ。でも、自然にね。自然のやつだから、そんなにあの違和感ないんだけど。最近確かにほら、韓国ブームじゃない。その、うん、そもそもが、旅行をね、はい、行って、旅行はもうずっとブームだけど、そのいわゆる人がアイドルとか俳優とか、はいはい、で、白いよね。白いよ。韓国の人は白いよね。白い白い。だから、そうちょっと前まではな、やっぱ俺たち岩城浩一世代だからさやっぱり、まあね、永遠のイケオジね、まあまあイケオジ、永遠のイケオジなんだから、やっぱりさ、その岩城浩一さんみたいになりたいわけよ。まあわかる、やっぱこう、反町隆史とかね、そうだね、ちょっとやっぱちょっと浅ぐらいのがかっこいいっていうね。そうでもやっぱ今韓国だから白いんだよ、今色白のはかっこいいからね。だから俺も塗り始めたか、白いの塗り始めたんだよね。そうよ、今日も俺もお化粧水塗って、お化粧水塗って、お化粧水塗ってきたからね、家出る前艶はいいね、いいでしょ、肌艶いい、確かに。そうなのよ、肌綺麗って言われると嬉しいでしょ。でもさ、ヤギもそうだけど、俺らすげえ肌綺麗って言われるよね、言われる、いろんな人から。あれ何なの、なんかあれ お世辞言ってんの、あれちゃんと最近の話、何なの、おじさんを褒めるマニュアルに書いてあるのかな、なんかあんた、なんか知らないけど俺らやったらに最近言われるよね、肌綺麗って、なんか若い女の子とかさ、そのメイクさんとかさ、うん、まあ、いるじゃんさ、タレントさんとか、うん、え、肌綺麗、そうそう、あれ言う、あれ何なの、あれ騙されてんだ、俺らすげえ言われてる、なんかあんじゃない、そういう風に言って喜ぶんじゃない、だって実際嬉しいし。そうだよねいやそうなの、だから今こういう世代からしたら別に肌きれいなんて別に関係ねえじゃん、あれ関係ない、汚い方がいいじゃん逆に、もうだから汚い方がいいってことはないんだけど言ったらさ、もう、ああ、もう野生味あふれるというか、そうか、そういう肌がいいのに、ああ、ちょっと変わってきたよね、だからそこもね、まあね、うん、前回いろんなことを教えてもらって、はい、それをね学んで、うん、まあ、やっていこうって決心してるんですけどね、はい、家に帰っていろいろ妻にも教えてあげたりして、うんうん、あでも確か劇団の人とその後会って、うん、そう、あ次の日に俺会ったのかな、金曜の土曜日ぐらいかな、うん、うん、で、どうだった茜はと、うん、うん、茜ね、うん、そう、ちゃんと機嫌よくなってるかとか、うんうん、なんか気分よくしてくれたかなって、はいはいはい、ちゃんとこっちもね、うん、はいはいはい、ゲストとして呼んで、ね、やってるわけだから、うん、確かに、したら聞きたい、ああとかつって、うん、だからか、機嫌良かったよな、なんかどうやら次の日かなり機嫌良かったみたいな、機嫌良かったんだ、良かった良かったですね、良かった良かった、まあ俺たちだって機嫌いいけどね、まあね、うん、そりゃそうだけど、うん、はい、まあちょっとエンディングはねひどかったんですけどね、エンディングはね、この番組皆さんね分かってると思いますけど、基本的に変な終わり方してるから台本なんかないんですけど、ああいうなんかちゃんと素材部位がある時とかね、そういうのはちゃんとね あるんですよ、その前の前振りというか、こういう前振りみたいなやつ、おぎが台本読んでるふりして読んでないからさ全く読んでなかったからあの時ねえ、あと鏡を見てたんだ、鏡見てんのよ、あかねがだってずっとやってるからちゃんと台本最後の段取り書いてあるのにさ、何にも読まないから意味わからなくなっちゃってさだから本当にすごいよね、ああいう女優さんとかもそうだけどさ、タレントさんも鏡見たくなるのにみんなちゃんとやってんだね綺麗になるね、仕事をね、あの人、あの子たちすごいよな、鏡やっぱ見たくなっちゃうからこっちはずっと、まあなあ、綺麗になるよ、ここってほんと見ないからさ、おぎなんてさ男三兄弟で育ってるからさ、はいはいはい、知らないでしょ、女の人がどんだけ鏡見るか、あーでも知らないよ、うち お姉ちゃんでしょ、あのたけしさんのお姉ちゃんじゃなくて姉ね、姉がいるでしょ、はい、姉ね、姉がいる兄弟はもう全員分かってると思うけど、うんうん、ほんと見る
んだぞ。もう鏡をずっと見てんだぞ。マジで。もう俺がだから思ったから、うちのどういうことか、高校生ぐらいの時かな、お姉ちゃんね、高校生大学生ぐらいの時かな。なそれはあれでしょ、メイクをし始めたからでしょ、多分その辺から。ということでなんか勉強っていうのが、いやもう何しろベッドの横にも置いてあるよ。もう何なのそれ、 なんで見てんの。もうなんか好きありゃ鏡見てるよ。だから俺女っつうのはもう、まあまあね、鏡をだからあんだけやっぱり自分を見てるから、うん、本当にほら、うん、気づいてあげると喜ぶなっていうさ、うんうね、髪前髪なんて本当に 0.2 センチとかでさ、ね、ちょっと切りすぎたとか言うんだぞ。わかるわかる。じゃあそういうの本当気づいてあげることがあれか、喜ぶのか。そうそう、ね、だって俺だってあんなに鏡見てたんだよ前回。確かに、うん、あれはメイクして変わったから見るじゃん。あでもさっきさ寝床になんてさ別にもうノーメイクなわけでしょ、それでも見てるわけだ。そういう、うん、でうちはね、あのまずナホもメイクほぼしないの毎日、日々で、マールもまだ高1だからしないから、うん、そういうのまだ見てないな俺は。そういう女社会の中でもおげけはね、女社会だけどまだ鏡見るのあんまないっていうか、鏡ちっちゃい鏡とも部屋に置いてないし、なんかそうか、俺も全くほぼ見ないからね。ああじゃあもうそろそろだと思うよ、まあ、マールもね、マールもね、そうね。でもその気持ちが選手のおかげで分かったから、鏡見てでもなんか周りにも、ま、何も言わないだろうな。だから小木が一番苦手な女心がちょっとこの美容をね、うん、この、はいはい、通して分かるようになったんじゃないの。ちょっとねいいね、アップデートだね、なんか女性に対して俺もですね、うん、はい、まあ、一応そうやってね、一応我々多分30周年ですから、多分だよね、うん、多分30周年なんではい、はい、そういった企画をちょくちょくやっていきたいと。なるほど、わかりました。思ってますので、はいはい、企画の時はちゃんと台本とかあるからねだからちゃんと読んでね、 B じゃなきゃ大丈夫だよね。 B じゃなければ、うん、ああ今週末からゴールデンウィークか、あさって。ゴールデンウィークはねちょっと我々あんまりね毎年毎年そんなに関係ない話なんですけどね。でもやっぱゴールデンウィークは今回はまた、ね、あんまり聞かないね、今回最長何日とか。いやあんまり良くないよ。聞くよ。え聞く？最大10連休だよ。最大10連休、うん、どこでも言ってるよ、うん、っていうかみんな毎年じゃ最大何連休って、うんうん、最大って本当取れんのあれマジで。途中のさ3日間ぐらいさあれ取れるやついるのまず。でも昔はやっぱブラック企業が多かったけど、最近はもうさ、まあね、ちょっとでもブラックだったらもうやめるから。もうまあでもさ、でもあの中の今回ね 3日間あんのよ中に、うん、あれを休むっていや言えるもんなのかなって。だから会社がもう推奨するんだよ、もうここは休んでください、雪は待ってますよね。あそこのじゃあ間の3日間を、あと、うん、まあ周りにもよるけど、俺ほら一応まあ小木もそうだけど、うん、サラリーマンやってたでしょ、はいはい、その時にやっぱ思うことは、周りが休みの時に仕事してても、うん、仕事ないんだよ、うん、まあ、わかる。そうだから、うん、本当はそこは休んだ方がいいから、だからその分かんない、月火水なの、ね、水木金、水木金、火水木、火水木、火水木行ったところで、うん、まあ、業種にもよるけど、うん、そうね、もちろんね、もちろんそうよ、業種にもよるけど、ないものはないから行かなくてもまあ支障ないね。まあね、うん、まあ、業種にもよるけど、その業種はもう完全ゴールデンウィークがない業種だもんね、それはサービス業とか、うん、そうでしょ、もともとがもう、うん、だから全然あれなんだ、うん、だから休んでいいの、ね、10連休か、うんね、いいよな10連休。ただ小木みたいにね、うん、10連休が好きな人ばっかりでもないのよ俺しかいないの10連休好きなやつだってさ、うん、いや俺たちは休みが好きだけどさ、うん、じゃあすごい身近な、はいはい、とこで行ったら、じゃあ爆笑の太田さん、困っちゃうんだこれ10連休のほうさ、何していいか分かんないから、うん、そうだ、旅行も好きじゃないしね、あの人ね、休むことも好きじゃないし、そんなに好きじゃない人もいるから、そういう人は働きたいっていうのかもしれないけどね、うん、でそんなゴールデンウィークの、はい、だから5月4日土曜から、うん、あの日テレ新番組あべこべ男子が待つ部屋でがスタートですよ、はい、5月4日からなんですね、ゴールデンウィークなんですね、はいはいはい、これがまあこのあべこべ男子っていうのは、まあ、タイムレスの佐藤勝利君と、はい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 、ストーンズの田中樹君、はいはいはい、この二人がね、うん、ゲストをおもてなしするというまあ番組なんですが、うん、なんで我々関係あんのかと、うんうん、あべこべ男子、俺たちがあべこべ男子ってわけじゃないでしょ。いや俺ら関係ないよ俺らじゃない、
最初俺だと思ったけどね、うん、違ったんだよね、うん、なんだからこのやっぱ2人の、はい、まあ、ゲストへのおもてなしをさ、はい、ちょっとモニタリングしながら、はい、ああでもないこうでもない、うん、やっぱ俺たち好きじゃん、ああでもないこうでもない、うん、大好き大好き、ああでもない、ね、こうでもない、いう仕事だけしていきたいの、うん、そうなのよ、自分がやるわけじゃなくてね、だからいい仕事が入った、ね、見ながら、ね、ああでもないこうでもないって俺が大体ああでもないを言うんだよな、で俺はそれはこうでもないってその後言うの必ずそう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 なのよ、だああでもこうでもってな、うん、そうそうそう、コンビ名を申し付けないからねもし今からおやい改めああでもこうでもってね、そうなんだよね、だからそういうね本当に俺たちがやりたい仕事が入ってきたの、お確かにすごいわこれは、そうだったそうだった、ね、思い出した、うん、だからこれもね、いやよかったですよ、よかった、面白かったねこれね、うん、なんかね、うん、この2人のいいとこ出てるよ、ね、一生懸命ね一生懸命やってね、やんのね、そうなんだ、やっぱ1回目のそのゲストは坂上忍さんなんでね、うん、そう、うん、それをねどうおもてなすかってことでね、あの二人頑張ってたけども、あの世代からしてみたらもう、いやそうよ、坂上さん来たら20代、ね、もうどうなの、誰が来た感じやん、俺たちだと和歌山富三郎さん来たみたいな、まあ、まあそんな感じの怖さはあるよね、あるよね、怖さと、うん、なんせ怒られたくないってい う,、ね、そう、だからもうね一生懸命汗かいてね、なんか可愛いよ、可愛くやってたよ ね、うん、そう、うん、だからそんなね番組始まったので、はい、見ていただきたいですけどね、日テレやんのね、これね、はいはい、いいよね、なんか、うん、俺もさあの2人の関係性とか知らなかったけど、うん、ね、そう先輩後輩なのね、らしいね、俺はこの間月曜日かな今週、うん、あのストーンズのライブに行ったの、うん、だ珍しいよね、うん、だ一応この裏にストーンズのライブがすぐあったんでしょ、そうで、ジュリ君がストーンズだってことで、そうそう、ストーンズだし、たまたまね、俺も、うん、もともとストーンズ好きだったから、俺はローリングストーンズ好きだしてたけどまあでもストーンズも好きだから、やっぱりで、行ったの、東京ドーム最終日、うん、うんうん、東京ドームなんでしょ、東京ドームよ、すごいんだからあの人たち、そう、めちゃくちゃかっこいいのね、ストーンズ、まあ、いやそれまではそれを歌番組でしか見たことなかったから、うん、まあ、まあまあまあと思ってたけど、うんうん、ライブやっぱりライブは違うわ、まあ、この人たちの、そうだろ、そうライブ見ないと、ライブ見ないと、そうだよ、なんで今までライブも見ずにいろんなねミュージシャンのなんかことを俺らああでもこうでも言うてんじゃん、しょうがない俺たちああでもこうでもだからねいやだけどやっぱ見たらこれ全然違うんだなって、歌番組とはもうか全員かっこいいし、そうなんだよな、セクシーなのよね、すごいセクシーなのよストーンズがセクシーもう最高、そのセクシー担当とかさ、なんかほらグループにはさいるじゃない、ストーンズなのにみんなセクシーなの、うん、あのね可愛い担当とかもういるんだけど、うん、でもジェシーはセクシー、あれセクシーじゃないじゃん本当は、違うジェシーはだってやっぱお笑い担当でしょ、お笑い担当なんだけど、うんうん、でもねあいつもやっぱああいうとこ行ったらやるよね、あセクシーやっちゃうのよ、で、まあ、できんだよなできんのよ、あセクシーやっちゃうのやっちゃうのよあいつついついでもやっぱりすぐあのお笑いの方に行っちゃうんだけど、でもやっぱりなんかその場のノリにやっぱ飲まれてるのか分かんないけどやっぱやっちゃうのよ、そうジェシーがやってもキャーだからね、まあでも分かる、でもずるいよな、だからお笑い担当できてセクシー担当できるなんてさ、いやだから本当にその人いた、セクシーとお笑いって両立しないでしょ、まあ、普通両立しないね、そうね、ジェリー君はどうなの、ジェリー君はもうセクシーと、うん、まあでもお笑いもあるよね、まあ、あの人回すからね、あそうだそうだ、あれこの前の番組見せたと思った、うん、上手なのよ、上手どこじゃないすごいよあの人、あとあの子はね努力家だと思うよ、うん、いや努力家も努力家だよ、ね、よく分かったね、いや分かる、ライブも見てねえのに本当に俺分かんねえ、ライブで分かった、この子すげえ努力してんだなってっていうのは、うん、人見知りだって聞いたの、勝利君も樹里君も2人ともね、そう人見知りの2人が、うん、あってゲストを呼んで、はいはい、まあ、コンセプトがそんな感じなんだよね、そうだよね、だから人見知りの子があんなに回すって、うん、正直相当な努力よ、まあ、相当だよ、うん、いや相当だった、うん、もうねライブ中もあのびっくりしちゃったね、いろんななんだろうな、かっこよすぎて、言うことも
お前らこんなもんじゃねえだろみたいなさ、もっと声出せみたいなさ、あのファンに対して、俺そんなジュリー君を見てなかったからさ、あの時はね、あの時はね、わあかっこいいなこの人、そういうだ本来はそうなのよ。で、うん、であのメンバー全員をもう途中ね、トーク部門があって、うん、どれぐらいやってたのかな、40分ぐらい途中でなんか俺ら喋りすぎだなみたいな話になって、その時35分だったから、うん、そっから10分ぐらい喋って45分ぐらい喋るのよ、トーク長いね。うん、でトークがずっと面白いんだよ、あの人たち。そうなんだ、爆笑爆笑よ。へえ。でそれをジュリー君が大体もう回して、あそうで、みんなの良さを引き出したりとかして、まあみんなすごいんだけどね、もちろんジェシーもそこに入って、まあね、だからすごいなって感じよ、この人たち。ライブで45分トーク部門があって、そこがすげえ盛り上がるってすごくね。そうか、うん、なんとかなんか面識あるのが俺ジェシーと、だからこの前始めたジュリー君、うん、あとはこうあんま喋った、まあ、番組とかではね、会ったことあるんだろうけど、うん、ちゃんと喋るってことはあんまないから。あとほら、何人京本、6人、ストーンザ6人ね、6人で、ね、京本正樹さんも、ああ、そうしてるよ、ね、うん、歌うまいしさ、すごいのよ。で、京本パパらしき人が、うん、隣の隣から俺の、あ、いた、いて、めちゃくちゃ盛り上がってたよ。らしきパパよ、らしきパパね、京本、なんか、もう一番盛り上がったぐらいだね、パパが。もういや、らしきって京本政樹さんはもうらしきじゃなくて絶対京本政樹さんあの人は京本政樹さん以外いないのよ。でもあれ、京本政樹さんがまたらしき人ね、うん、やっぱねもうやっぱ生で見るとすごいのよ、かっこよくて。まあ、まあ、俺らもまあ仕事で何回もやってんだけど、いや分かるよ、車の番組に出てくる時があって、はいはい、うん、もうあの人しか多分無理だと思うんだけど、うん、想像してほしいのね、これ多分みんな分かると思う、うん、アルファードっていう車分かる、いわゆる、まあ、大きいミニバンっていうね、はいはい、ワンボックスの、ワンボックスの後ろがスライドドアになって、いわゆるファミリーで行くね、はいはいはい、あの車の運転席と助手席ね、うん、後ろのスライドドアがメインですよね、あれじゃなくて前の運転席と助手席のドア、うん、あれがわかりますかね皆さん、ガルウィングってわかるかな、カウンタックみたいな上に上がるやつ、上に上げるんだよね、あれに改造してるんですよあれに改造してる、アルファードのすげえな、助手席と運転席側をガルウィングにしてるからね、上に上げて上にバーンって上がる、まあ、正確に言うとシザーズドアっつってね、ね、こうまあ上にサッて上がる、で結局あの人それが改造したんだけど、あの人運転席と助手席に座んないからね後ろのスライドドアが出るんだ、そうだ、だって運転しないんだから、運転しないんだよ、だったらマネージャーが恥ずかしいです恥ずかしいって言い方いけないんだよ、恥ずかしいはダメなんだよこれを機に、ね、一番いいね、うん、いやこれからもどんどん行きますから俺、まあだから、うん、行くとね、うん、そうなんだよな、ストーンズもいいし、もうみんなやっぱり行くとそれぞれ良さが分かるから、はい、やっぱみんなライブはね、うん、大事、まあ、笑いもそうだしね、何でもそうです、何でもそうだね、スポーツもそうです、ね、スポーツもそうだね、スポーツもそう、そう行った方がいいよということで、そんな番組が始まりますんでね、はい、うん、よろしよければ4日って聞いて、はい、5月4日見ていただきたいですよ、うん、はい、あとは、うん、まあもう春であったかいからね、はい、あ、もう春のこのあったかいさ中でさ、はい、やっぱあったかくなったからの大事件がお前起きてよ、なんだ、俺さ、なんだ、前もあの小木にさ、ね、この夏、うんうん、車の中でさ、うん、セミがいて、セミいてね、あのラジオの帰りに俺が出してあげたやつで、出してあげたやつ、うんうんうん、俺がすぐ叫んで、キャーとか言って車入った途端に下のチラシ入って、びっくりするびっくりする、どうしたのかなと思って言ったら、うんうん、ね、震えさ、震えさ、あ、そうだ、俺はこのラジオ終わってコンビニ行くから、ね、時間差で俺10分後ぐらいで降りて行ってんだ多分、うん、ああ、なのに矢作がまだ出て行ってないのよ、だからどうしたのって感じで俺がびっくりして矢作に話しかけたら、もう震えてちっちゃくなってんだよ、もうずっと怯えてたんだ、ね、でどうしたのって言ったら、なんか虫がいるとか言って、セミか、セミが車の中にいて、俺が運転しようと思ったら、ガガガガッって、あの羽の音ね、ダーッて、ダーッて降りて、もうなんか入れない状態、入れない、どこだっつって、小木が来て、小木が手でふわっつって退治してくれたの。あら、かっこいい。手で、ね、手で。まあまあ、かっこいいやつ、セミは可愛いからは。それは大丈夫よ。ねえ。それが何なの？もしかしてそれ系？
セミはまだ早いよね、でもね。お前、そう。なんで、なんかその顔やだな、はいはいはい、その嫌な顔するな。やべ、聞きたくないな、なんか。おいえ。何その顔、え？これはもう大事件だった。大事件っぽいな、やばいな。なんだ？お前のそんな。やめてくれ、やめてくれ、やめてくれ。おい、4月だよ、だってまだ4月で、あれまさか4月で、あれ本当に嫌っちゃったよ。やめてくれ いや、これいや、だから、これもまた、今は時期、そうはね、だから、まあ、早くなってきてからね、そう、暑いのが。俺が止めとく。車俺違うんだよ、でかいのが。自分の、まあ、家のマンションにね、もう、あるじゃん。ドキドキしてる、もう。駐車場があって、うん、まあ、何台か持ってるからね、うん、車を。違うとこにも借りてるわけ。うん、おぉまた違うびっくりが。やったー、虫が、やったじゃん。虫がね、虫が。違うんだよ。何、どうしたの、うん、違うところにも車止めてんの。集中できないけど、うん、はい。失礼してください。はい、はい、何そこにね、うん、俺、車、駐車場に車止めて。ゴルフバッグ置いてた。ゴルフバッグね、うん、はいはい、そう、駐車場に、はいはい、結構大きいの、うん、はいはい、スペースが俺の敷地内が、うんうん、はいはい、でゴルフバッグを置いといた、うん、それはなんでかっていうと、うん、俺の車がゴルフバッグ横に詰めないのね、うん、大きさ的に、うん、そこに置いてある車が、うん、で後部座席使ったりするのに出しておいたの、うん、でも俺は出してくるの嫌だったの、なんで、うん、ゴキブリがそこ何どういうこと、あの、夏場になると、ちょっとゴキブリを見たことがあるの。そこの駐車場内とかで、だから、そういうのがいるから、なんか物を置いといて、そのゴキブリとかに入られたら嫌だなと思ったから、俺は置いてるの嫌だったんだよ。仕方ない、置いといたんだよ。やめてくれ、もうやめてくれ、もうその話も。それで仕方なく置いたんだよ、その話を。そう、なんでもうそろそろ、そのゴルフバッグをね、ちゃんと車に積んでおかなきゃと思って、積んだんだよ。積んだんだ、それ。やめてくれ、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 大きいゴキブリが運転中じゃないのね、うん、そう、まず車の中入っていっちゃった。あ、入っちゃったの、車入っちゃった、入っちゃった、入っちゃったの。それで、うん、いわゆる、もうやばいよ、もう乗れないよ、もう車、うん、トランクあるね、うん、トランクの隙間の下の方に入っていっちゃった。はぁ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 、どうしよう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 、考えられない、考えられない。なぜそこに打ちっぱなし行くの、その選択はないよ。でもそれだって打ちっぱなし行こうと思ってたら、もう時間も、違う、スケジュールだ、違う、入っちゃってる、隙間に。だからピクピクしてるよ、いつの中が。で、ついて、怖いと思って、で、ゴルフバッグ出して、ゴルフバッグもちゃんと見て、もう一匹いないかなとか、でもあの大きいの絶対一匹入ったんだと思って、それでゴルフして、まずして、入ってゴルフして、でも自分のカバンとか持ってたけど、その間にカバンの中とか入ってやだから、カバンとかも全部出して、出した、ゴルフの打ちっぱなしにカバンとかも全部持って、行って、で帰り、ゴルフの受付の人に、どうしよう、待て待て待て、聞いた、聞く準備できない、ゴキブリ退治の、退治の、スプレー、スプレー。ないかなって、打ちっぱなしの受付聞いたの。だって打ちっぱなしとかほら出てきた時の対象になりそうじゃん。うん、まあまあそういうお店だから、お店って出せるとこだね、うん。で、俺はゴキジェットをすごい、信頼してるわけ。出た、ゴキジェット、うん、一番いいやつだね。いいやつ。あの動きが、あの、止めるやつね。そこ止まる。止まるやつだ。それがなくて、うん、違うハエとか。ハエなんかハエかよ。いや、今は体勢ができてるから、ゴキブリって。ゴキブリって書いてあるって言って。書いたの？そう。書いたんだ、そのハエのやつに。裏に、裏にちゃんと読み込んでみたら、ゴキブリって書いてあった、うん、で、これを説明したら、期待できるね、そう、そしたらもう受付の女の人たち、3人ぐらいが、うん、やだ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 、この真ん中に、やだ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 、
やだ、なんでも言ってないよ。それは大変だぜ、ね、てみんなすよ、買いますねっつって借りて、俺いろんな隙間にシャ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 隙間隙間隙間出てこないな、全部のゾーン隙間行け隙間行け、よいぞよいぞ隙間行け隙間行け。ミスター10分ぐらい、10分全然出てこない。でもあれはしないの、カサカサ音しないの、よくこれ苦しいんでさ暴れる音するじゃん、あれもしないの。しない。じゃあ当たってないんだ、当たってないんだ、それ言ってないんだよ。出てこないと思って、出てこない出てこない、もうさ渋々肩落としながら、渋々肩落として、うん、スプレーを持って、うん、また受付に返しに行った。そしたらもうその3人のそのね、受付のもちろんその受付の女の方、女女性ね、もちろんそこは安心した顔でしょ。どうでしたってでね、もう、うん、もう大丈夫でしたね、大丈夫でしたかって言うから、出てきませんでした。いやーいや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 お風呂ジャンク、ユアイのメガネリーキー、何の待ってる、怖すぎる怖すぎる、いやーもうやめてよ、もうもうやだやだやだ、来たくねーよ、そっからもうどんなんだよ。ラジオネームロージー、 おいお前ら何うるせえよ話の内容入ってこない、いや俺だってもう話したくないよ。いやもうね、気持ちが、いや、こっち聞くのも怖いもん、だって。怖いだろ。まだだって、その最後知らないから。いや、だからだって、どうするの、そこ、女性の、うち、まあ、受付行ったの、ね、女性の受付の方たちの、はいはいはい、あの、落胆ぶり。落胆するよね。うん。うん、そうだよ。いや、でももう行かなきゃいけないから行きますって。俺。時間って残酷だな、その時間。そしたら。気をつけてくださいね。痛い痛い痛い、俺も痛い、痛い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 。俺も痛いよ、そんなこと。で、仕方ない。やばいもんね。でも車出てきたら本当に気をつけなきゃいけないから、これは。うん。でも、どうすんの？車運転。でも時間なの？そう。やだな、時間ってやだな。うん。時間かよ。運転。時間やだな。運転。もう運転したもん。いやだ、時間でしょ、でも。時間でも運転しちゃいけないでしょ。時間って残酷だ。音で。いやいや、時間って残酷だよ。時間、時間、どんだけ切れるんだろ、時間で。そうだよ。ラジオで。ちょっと、ラジオでさーっと。さーっと。俺もうザーってだろ、ザーってだろ、チューニングされてなくてちゃんと、うん、走ってだろ、走ったろ、でそこだろ、あれね、まあ、時間だもんな、でも5分ぐらい、5分、あーうわー長い長い長い、5分ぐらいだったら、アディショナルタイムだよね、長い、あーやめて止めて止めて、時間やめて止めて止めて、時間を止まれ、時間止まれ止まれ、ちょっとね、5分ぐらい運転してて、怖い、俺助手席にカバン置いてんの。助手席にカバン？ちょっと待ってよ、怖いな。怖い。なんだカバン置いてる？何助手席にカバン置いてんだよ。カバン置いてたんだけど。なんで置いたんだそこに？助手席のカバンね。カバン？シート。シート？うん。助手席のシート。いわゆる座るとこ。助手席っていうのはまあでも矢作の隣のシート。隣のシート。本当真隣だよね。ね。近いね。そう、バーって運転してて、もうでも運転しながらでも信号待ちのためにこう。まあまあ、ね、周り見るよ、そりゃそうで危ないから。で、信号待ちのためにこう見る。うん、見る。で、信号待ちのために必ず見るのが左側、うん、まあ右側に運転席あるから。助手席見る。助手席パッて左見たよ。うん、瞬間。瞬間、ちょっと待って待って待って、怖い怖い怖い、どうしようどうしようどうしよう、見ちゃダメ見ちゃダメ見ちゃダメ見ちゃ見ないで見ないで、助手席見ないで、それ、お願いします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 、見ないで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 見ちゃダメ見ちゃ、見たろー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 、見ちゃダメ、見たろー、なんで見ちゃダメって言ったのに、見たろー、見ちゃダメじゃー、びっくりした、助手席は見ちゃダメじゃー、その時すーごい、すーごい、触覚動かしてんの、触覚でもああいう時って聞いてる時ってさ、ガガーってもうじゃなくて、あの本当に聞いてる時の死に際はすごい
わけのわかんない動きをして、うん、やばいやつあるよ。すごいじゃん、変な動きするじゃん。来ちゃうときは自分のところに。じゃなくて、単純に弱ってるって感じ。弱った、弱った。うわーと思って、どうしようどうしようと思って、これはさ、もうここで逃したら終わりだ。でもそれがさ、ちょうど左側に止めれるとこあったの。あったあった、よかった。枠ピーがあったんですよ。あーよかった。でも速攻止めて。枠ピー、枠ピー。やったね、よかった。そう。あの枠ピーが。あの枠ピーだろう、だから。もうね、神様。神様。あのワクピー、もう何あのワクピーの良さ、ヤマピーぐらいかっこいい。あのワクピーが、でも、でなんせ急がなきゃいけないから、これはもう人生初の、もう手で掴んで、手で何を開けてるか、意味わかんない、手で何、じゃあもうそこまで俺追い詰められてる、時間、時間だろ、だから時間だろ、何がゴキブリの怖さに追い詰めて、もう窓開いてるから、もう手で掴んで、ちょっと待って、おかしいじゃん、おかしい、考えたのね考えたのね、そこは。俺、そこも考えられない、普通。もういいよ、もう。見られて、髪型が、すごくこう、大きい。いや、もうすごい。もう額が汗もすごいし、もうやばいよ、今。大月教授みたいになってる。大月教授と同じ髪型になってる。いやいや、もうやばい。もう嫌だ。だって全身が汗かいちゃってるから。もうね。はい。やばいやばい、どうぞ。で、思ったの。うん。でも思っただけで、それはちょっと冷静になったら、冷静になろう。いや、そんな焦んなくていい。だって弱ってる。弱ってる。うん。俺の、うん、すぐ横にティッシュがあるわけ。もう、やっぱ車にティッシュ出るから。やった、うん、そうだ、ティッシュばっかり。ティッシュばばばばばって。でも、ティッシュでも俺無理だな、ティッシュ。10枚ティッシュ。10枚で無理。いや、10枚取って。いや、無理。それで、もう、これを、かぶせて取るんだけど、取った時に、よく、躊躇して逃げられたら、だってさ、そうよそうよ、これは不幸中の幸いさ、違う言葉が、出てきて怖いけど、出てきてくれてありがとうじゃん。逆にね。出ない、出てくれたら、もう、ないとそうよ、出てきてくれない限りはずっと怖いんだけど、退治しちゃえば終わりだから。で、また弱ってるしね、ありがとうだよ。絶対逃げしちゃいけないと思ったから、俺、もうそれ一瞬で仕留めなきゃ、うん、でも動きも遅い。うん、で、ファッて普通だったら軽くかぶして、軽く握るよね、うん。でも絶対逃がしたくないから力入っちゃったの。うわ、やめて、力入ったから、ファッてやった瞬間に、プチっていって。やめろ何言ってんだ急に。プチっていって、何プチって。助手席のシートのとこになんか白いのピタッて出た。あ、白いの寝たんだろう。それも拭いて。でもだから死んだ。白いのも拭いたの？もうそれも今度ウェットティッシュもあるからそれも綺麗にして。だってほらあれ卵が飛び散ってたらしい。うわー、卵の話ね、卵ね。だからもうそれやって、でそっからまたティッシュ10枚くるんで。それで、コンビニの袋もちょうどゴミ捨てだったから。ああ、ちょうどだったんだ。よかったよかった。拭いて。中入れてね。うん、それで、事なきを得たんだ。ああ、事なき得た。得たのね。繰り返してたけどね。もう疲れちゃってもう。いやでも、シートはでもよかったろ、見つかって。見つかってよかったよ。あれだって俺本当に迷ったんだから売るか、車。いやいや、わかるよ。見つかるまでは絶対に無理だもんね。無理だよ。乗れないよ、普通は。だから乗ったのはすごいと思うよ、その乗ったのすごいだろ。あの今日、でもそれが5分ぐらいで出てくれたのがよかったよね。うん。まあね、結構早めに出てきて、だからあの薬が効いてた、薬ってほら効くと出てくるじゃん、ゴキブリって。はいはいはい、サウスの後ろとかでも一回かけとけば、絶対表に出てくるから。出てくるよ。だからちゃんと、俺の手の届くところに出てきてくれたってのが。出てきたって一番の今日はやっぱ天井歩かれることだよね。あんなのもう、飛んでくるから、落ちちゃうからね。天井歩いて、俺の上に落ちてきた時、はいはいはい、で、メガネとこの目の間に入ってきた時。うわ、もうやばい。その時だよ。もうやばいなぁ。ねえ。やばい。あの領域ですよ、俺。あの雪だね、ほんとそうだね。いや、わかる。いや、俺は、ほんとに、俺は、前あったのは、車、まあ、このラジオでも話したんだけど、前ね。車から降りた時に、うん、運転席に、ゴキブリが死んでたのよ。うん、ああ俺が座ってたとこに。うん、え？運転席？運転席。
お尻に？お尻に。知らない、そんな話。俺が降りたら、車から降りたら、運転席の俺のお尻のところで、潰れて、ゴキブリが、ぐしゃぐしゃになって死んでたな。そんな話したことある？あるある。でもその時は、生きてなかったからよかったんだよ。まあね。俺は、うわっと思ったよ。やべえって、車の中で。うん、降りてからだけどね。うん、やべえ、ゴキブリじゃん。なんで車にいるんだよって思ったけど、うん、でも死んでるわけじゃん。うん、まあね。俺が多分ね、まあ、こうね、腰をね、多分運転手とか腰を動かすじゃん。うん、あの時たまたま、多分背中とかね、後ろのシートとかを着て、下に来た時多分俺が、プチって。動かしたんだろうね、腰を。で、俺知らずに、運転したからよかったんだよ。いや、そうだな。あれもし、うまく踏みつぶしてなかった時は俺もいやそうだよ。そしてメガネと目の間に入ってたらもう俺やばいからね。あの雪だよ。あの雪だよ。もういや怖いね。車で出ちゃいけないやつだよ。もうやめよう。みんな気をつけて。もういるよ。もう暑いよ。大きいのが。違う、マジで早くない？早い。4月だぜ、うん、ね、ちっちゃいのとはまだしもでっかいんだ。疲れた。あーもうやだ、疲れた。もう疲れちゃった。そういえばさ、あ、じゃないこれ。ラジオネーム。はい、マーミオ。小木さん、八木さん、コムテンさん、奄美の、離島、かけ、よしよし。うん、かけろ、かけろま島。はいはいはい。かけろま島。かけろま島？いいのかな？かけろま。いつも楽しく聞かせていただいてます。う、最近始まったおすすめナッツのコーナーで黒糖ナッツがよく出るので島で作られているものを送らせていただきました。今後も美味しいナッツ情報楽しみにしています。かけろ何島かけ、これ小木の方が沖縄とか詳しくないよ。奄美ね。奄美だからこれ奄美、鹿児島でしょ。これも奄美大島、かけろま島っつうの。なんかうまそう。奄美とか沖縄ってさ、これがかけろま、特殊な呼び方があるから分かんないよね。加える計算の計算。え、これうまそうじゃない、色が。うまそうだけど、ね、かけろま島だって。奄美大島の奄美でしょ。だからあそこね、前もロケで行ったよ、ね、もうだってほら黒糖の塊じゃん。うん、まあそうだけど、その前までこれは変な話してきたからもう。あ、今これは黒糖っていうの。体中熱いし、もう何、黒糖うまっ。あのさ、これ先週もらって黒糖のやつあんじゃん、ナッツ、うん、あれ俺一気に一袋いっちゃったよ。あれうまいだろ。あれやめらんないよ。あれ黒糖ってやっぱうまいんだな。黒糖うまいけど、やっぱほんとナッツ入ってないとやっぱ甘くて、これはねほんともうちょっとずつかじった方がいいね。あ、ほんとだね。ナッツ入りまだと、うん、ほんともう黒糖食べてるからナッツはちょっと入ってるけど、うわっ、あ、うまっ。甘い。これ海苔も入ってるの。これ海苔入ってないの。奄美のやつは甘い。うまいこと言うやん、奄美だから。やべ、ちょっと甘い。ちょっとコーヒー、でもコーヒーと一緒に合わせたらいいかも、ね。コーヒーと一緒に飲むといいです、うん。めちゃくちゃうまい。あともう一個。コーヒーだな。ラジオネーム、肉のガレ、刺身。苦いコーヒー。小木さん、柳さん、小武店さん、こんばんは。これちゃんとあれできてるからね。はがきで。うん、うまい、うまい。はがきっていうか、バースデーカードみたいな。メガネになって。毎週楽しみに聞いております、うん。今週のナッツのコーナーですが、アメリカのトレーダージョーズというスーパーで売っているトリュフアーモンドがとても美味しいので紹介させていただきます。ちょうど日本に来ているので、実際の商品を同封しました。よろしければ試食してみてください。めっちゃ美味しい。これからも応援しています。わかる。ありがとうございます。ちょうど日本に来てんだってよ。ちょっと早いですが、うん、父の日だって。あ、早いね。ちょっと早い。トリュフアーモンド。でも偉いね、ちゃんと持ってきて。これさ、うん、うまい。うまいよ。うまい、うまい。なんだこれ。あ、アーモンド、うまいな。これちゃんとトリュフの、あれで、しょっぱさが後から来ていいね。これもちょっと、これは俺一袋、やめらんないかもな、これも。これやばいね。食べたら。あ、これ止まんないよ。うん、うん。うん。あ、うまい。ありがとう。わざわざこれ、アメリカで。うまい。マジで。これじゃあ、できてるから。日本で買えないんじゃ。普通に持ってきたのくれたんだね。ね。たぶん父の日でなんか。あとこれ俺からね。あら。先週言ってた、公共ふがし。出た。ふがしね。見て。サンド塗り。本当だ。本当だ、そう書いてある。書いてあるね。サンド塗りのふがし。うん、あ、二度振りじゃん。二度だった。二度塗りのふがし。
寝るよ。三個増やしたら。持っちゃう、それ持っちゃう。持ったら持っちゃう。ダメじゃん、それ。そういう場合は。二度塗り。二度塗ってんのね。十分だけど、二度塗ってんのは。うん。これが、あの、明治屋で買った、確か明治屋だ。高級スーパー。で、売った二度塗りふが、ふがし。はい。違う。すげえもうさ、食べかけっていうかもう袋開けちゃったじゃん、これ。これ開けちゃった。だってもう、たうちにあったの。でもちゃんと輪ゴムで。ちゃんと輪ゴムで止めてるから。湿気があったらもう。あ、まずまずな、びっくりした。何これ普通のやつ食ってから覚えてるね、先週のね。全然覚えてない。普通のやつ食べて。普通の食べる。普通の食べて。まず、一般の、この、駄菓子っぽいやつ。駄菓子っぽいやつね。いや、もちろんこれで十分なんだよ。ふがしはだって駄菓子っぽいやつの方が、俺はイメージがあるから、全然いいんだけど。むしろ高級だからいいってことでもないんだけど。ただ、全然違うから。うん、今のこの、駄菓子っぽいやつ食べました。これね。うん。それがまあ。まあ十分よ。これ、これが、やっぱ、まあ今まで食べたことあるやつね。基本のやつ。懐かし味ね。はい。で、この二度塗り。二度塗り。二度塗りふがし。うん。はいはいはい。二度塗ってんじゃん、これ。ダメじゃん、二度塗ってんじゃん、これ。えすごいだろ？二度塗ってる。あの、だから、コーティングが、コーティング。あの、厚い分、うん、あの、あ、なんつうの？ね、あの、感触も、その、中のさ、中がふわふわも。中が密集、すごい中がさ、うん、隙間が密集してない？うん、密集してる。ふが。うん、ふがね。違うね。うん、もっと、わかるわかる。すごい綿っぽいよね。うん。そうね。全然違ってた。今食べ比べたら。綿食ってるみたいだろ。そう。うん。そう。綿食ってるみたいなの。いいですね。だからね、外が硬い分また、すごい。それが、すごい合う。二度塗ってんだもん、これ。うん。完全じゃん。うん。完全じゃん、これ。うまいよ。二度塗った方がいいんだな、やっぱな。だから周り硬い方がいいんだよね。だから俺もこういうの好きなの。周り硬くて中ふわっと、うまいな。うん、高級な感じだ。二度塗り、うん、確かに高級ね。いや今週もなっていいね、うん、やっぱ黒糖ブームだからね。黒糖うまいな。うまい、うん、結局黒糖は黒糖ブーム来てるから、うん、あとですね、疲れた、うん、今日ね、はい、フラットゲスト来てくれてるのにちょっとご気分の話しすぎちゃったな。ちょっと聞いてみたいな。聞かせてあげたかったな、うん、ねなあ、かけいちゃんにも。かけいちゃんね、今日来てんのね。そう。今、あっさり言うけど。かけいちゃんもすげえ騒ぐよ、多分。そうだなあ。かけいちゃん、すごい苦手そうじゃん。そうだなあ。そういうの。白いしな、かけいちゃん。白いからなあ。真逆だ、真逆。真逆だもんな。うん、かけいちゃん今日はね、だ、あの、妄想総選挙。うん。ではね、過去4回、トップ10にランクインしてます。あ、そうなの？ 2018 年の第6回大会では女王になってます。ああ、なのでそうだった。今回ね、今日ね、ゲストにかけいちゃん来てるんで。確かに頑張ってくれたな。かけいみわこちゃん。はい。ね、かけいさんを恋に落とす方法を自由に妄想して送ってきてください。なるほど。メールアドレスはメガネアットマーク tbs.co.jp すべて小文字で送ってください。じゃあ、それではね、ご紹介しましょう。はい、うん、かけいみわさんこと、かけいみわこさんです。来た。かけみわさん来んの？よろしくお願いします。あら、かけちゃん。あら、かけちゃんどうも。なお、久しぶりです。久しぶりだね、かけちゃん。あら、かわいいね、今日もかけちゃんは。かけちゃんってさ、いつでもかわいいよ。かけちゃんは会うためにかわいいからな。ね、そうそうそう。今日もあれだね、ツルツルだね。あ、本当ですか。保湿？保湿してきた。保湿大事ですね。大事だよね、今保湿よ。先週、あの、美のカリスマ知ってる？あかね。はい、あの、聞きました。あかね、すごいよね。すごいの、やっぱり。でもやっぱかけちゃんすごいね、肌が。あ、本当ですか。綺麗だね。これ狙ってるね。すごいね。美和子ってアルファベットにする？そう、しようよ。美のカリスマ、美和子。すごいな。綺麗だな、肌。お二人も美容に凝ってるんですよね、今。今はもうね、美容よ、今は。今ね、あの、乳液？うん、乳液使ってんの。今まで使ってなかったんですか。いや、使わないのよ、実際男って。ああ、うん、そう、でも肌綺麗で、メイクもしないから。これ何なの、肌綺麗っていう言うのは、最近女の子に言われるんだけど、そうそう、おじさんを褒めるなんかキラーワードみたいになってるわけ。いや、そうなのよ、わかんないんだ、みんな言ってくるから。だからそのおじさんと、うん、まあ比べちゃって申し訳ないですけど、うん、あの、うん、綺麗な方だと思います。はい。うん、そう言われるから。キメが細かい。あ、そう。嬉しいんだよね。ありがたいね、そんなこと言ってくれるって。よかったね。綺麗だね。でもかけちゃん痩せたそれで。
あ、本当ですか。なんかまたすごい、なんか痩せたり太ったりして、ね、激しいよね。でさ、俺、いや知ってんだよ、あの見たの。あの、はい、あれでしょ、明日。あ、そうなんです。あ、これで明日なんだ。写真集出すの、はい、俺ネットの記事で見て、あ、ありがとうございます。何がびっくりしたって、かっけー美和子久々のなんか写真集、うん、で30歳って書いてあって、かっけーちゃんって何、まだ30なのと思って。で俺ら前に来たラジオではだって何歳で23とかでしょ、多分そんな若かったの。で30でまたね、30になりました。こんな若い時からいたんだね。だからね、でしょ、30歳ってすっごい若いじゃん、まだ。え、何歳だと思ってたんですか。いやだって家計じゃね、昔からいるから下手すら38とかさ、うん、そうよ。いや、そう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 、だって結構昔でよく仕事してたわけじゃない。ああ、そうですよ ね、 そうですね。だから19ぐらいから、うん、あ、その時は19なんだ。はい、だからだね、まだ30なんだ。いや、もう今日お会いして開口一番にそれ言ってくださって、うん、なんかさすがだなと思ってたんですよ、矢作さん。なんで。いや、もう30なんだっていう人が多いから。あ、うん、もう 30？ ん、あ、そっか、うん、もう30なんだな。そっかそっか、うん、なんて言われ、ちょっと分かんなくなっちゃった。さすがだけ分かんない。分かんなくなっちゃってんだけど、うん、なんか矢作さんのこの角度が珍しくって、へえ、だってあんまりにも昔からしてるからね。こんなに立ってそうよ、そう、こんなに立ってるのにまだ30までしか行ってないんだと思ってびっくりしちゃったよ。それは美人なわけだよ、若いよそれは。で、写真集が出るのね。あ、はい、うん、ゴーミーという写真集が4月26日に出ます。これ、あの、お二人に持ってきました。佐奈さんのね、これ、はい、だから俺ね、もあ、ありがとう、もう家にあんのよこれ。え、なんで先に、この撮影した子、佐奈さんってね、カメラマンね、ひろふみ、まさふみね、まさふみさん、この人とね、土曜日に飲んだの俺、ご飯して。で、その時にくれたの、かけちゃんと写真撮って、ね、仲いいって聞きました。ご近所ね、ご近所で、うん、でサライさんのね、アイアイって映画、はい、撮影監督やってんだけど、そのアイアイって映画を見に行って、うん、その時にサライさんが、舞台挨拶っていうか、なんか舞台なんか話してたんだけど、そこで、話したから、その帰りに映画の感想を聞きたいっていうから、じゃあ一緒に、じゃあ、うん、みんなでご飯食べましょうみたいな。でその時にご飯食べてたら、これをこの写真集出してきて、うん、出してきて、出してきて、これかけちゃん撮ったんだよってさ。そうなんです。そう、いや、いいんだよね、こう写真がね。 ありがとうございます。これかけちゃんが言ったんでしょ、さなえさん。そうなんです。いや、俺そこがね、リアルな、いや、そうなのよ。自然、俺今一番好きなカメラマンがこのね、さなえさんで、はい、あ、私も大ファンで、でこれを気づいた俺、かけちゃんがすげえなと思うわけ。嬉しい。俺これ衝撃なんだけど、この一番いわゆるこの、うん、まあ、真ん中ぐらいにある、うん、こんな写真集でこんなの、こんな顔こんなの出してる。いや、そう、いや、それがね、これも佐奈さんが天才だと思った。この顔、この表情すごくない？そうなんです。これ、あの、リアルに、五島の福江島ってところに、ね、あのね、長崎のね、五島列島ね、はい、泊まりに行って、これ、もう寝起きのムックムクの、そうなのよ、状態。この人ね、中身を出してくるのよ、すげえ。これだって、かけちゃんと付き合ってなかったら見れない顔だよね。そう。親か、彼氏しか。そう。いや、私も、いや、だから俺もね、勇気いる写真だったんですけど、これすごいよね。でも俺これはなんかいいわ。いいんだよね。俺やっぱこういうの好きだな。嬉しい。なんかきっとおぎやはぎさん分かってくれるんじゃないかと思って。いや、超いいよこれ。言ったら今までのかけちゃんのいろんな写真とかよりも全然こっちの方がいいからね。まあ、今までのあれが申し訳ないけど、これが入ってんのがいいのよ。もちろん俺これ可愛いのも好きなのよ。いや、これいろんな、いや、すごいなって、いろんな顔出していろんな姿。うん、ありがとうございます。そう、これ超いい写真集。構成もいいのよね、これね。真ん中にすげえ写真もあると思いきや、露出のある写真と思いきや、後半ちょっと違った面白い写真もあるしね。いや、もうなんか言いたいこと全部言ってもらっちゃった。いやいや、すごいんだって。めちゃくちゃいい。かけちゃんの本当ね、この素朴なこの優しさっていうか、これ柔らかさがすごい出てんのよ。出てる。この写真に。小木さんってこんなに優しかったでしたっけ。やっぱり変わったんだね、俺もね。俺がもっとどういう人だと思ってたの。優しかったじゃん。今まで俺、かけちゃんに優しかったろ、ずっと。優しかったですけど、うん、なんかたまに会うと、うん、あれドラマ見たよ。
めちゃくちゃ下手だって言うかそんな本当にごめんねなんか下手だったんだろうね本当ねあドラマあ見た見た下手なやつね思い出したわ下手だなと思って見せてそこで急にかけちゃったからでもついつい言っちゃったの小木さんは嘘多分つかないから本当に下手だったんだなと思う、ね、嘘だ嘘って言いたいんだけどね嘘じゃないんだよこれもいいな、うん、面白かっこいいないやそうだよ面白かっこいいな、うん、いやすごいよ面白かっこいいですかでこういうのもね突然来る場所なんだよね、うん、この人ね、うん、ロケハンとかしないから多分そうでしたねあこれちっちゃいよみたいな感じでしょそうですねその辺ちょっとちょーって回ってあそこ良さそうとか、ね、そんな感じでしたね格好が面白いんだよな全なんかでかけちゃんがこんな写真撮るなんて思わなかったからさ、うん、すごくでもこれは、はい、ほぼノーメイク的な感じとかかけちゃんの魅力が、うん、かけちゃんほんと変わんないからなだからそれが出てるよ、うんありがとうございますなんかやりたいことを詰め込めましたこれどれぐらいかかるの、はい、こういう写真集撮るのって9月ぐらいからスタートして、うん、そこからずっとゆっくり撮ってきてあゆっくり撮ってくるんだ、はい、長い期間で、うん、だって五島列島で撮ったでしょ全部あじゃないですあじゃあ違うとこもあるんだあ東京と五島 と、ね、東京渋谷あそこ、ね、沖縄家の近くねそうですね家の近くで撮るから、はいそうゴーミーってこれカタカナでゴーでミーがひらがなで小さいだけど、はい、何かどういう意味なのあの早苗さんの提案だったんですけど、うん、あの沖縄の施設でゴーミーっていうところがあってもともとロケ候補の場所だったんですけど、うん、その響きがなんかいいってメモってあって、うん、でまあなんかこう私のなんていうんですかねあの応援みたいな気持ち、うんうん、応援してくれ早苗さんからの応援みたいなあのゴーねゴーミワコみたいなゴーミーゴーミワコの感じでなんか私もその響きがいいなと思ってゴーミーにしました、ね、いいじゃない、はい、すごいねこれはなかなかですいい写真集マジでいやありがとうございますこんなじっくり見てもらっていや家帰っても見てたやつだこれあじゃあそっか、まあ、小木は前に見てるかもねそうもらっちゃったからねラジオネームアンノン皆さんこんばんみ、うん筧さん先週のゲストの大沢あかねさんはメガネビーキに出演する告知をしなかったんですが筧さんはX で告知してくれましたね それだけでクソメンクソガールからの評価は爆上がりでしたあかねはしないからねそう怖くて何を言われるか分からないって ありがとう、ね、じゃあね、もうメガネビーキ大好きなんで、うん、だってさ、まあ、テンション上がっちゃって、うん、ありがとうでもさ前回出てくれたのがさ、はい第7回ダイナマイトエクスタシーに出たのねいやそうなんだよ2017年大会出たんだよ、ね、6年前なんだってさっき2人がすごい叫んでて、うん、まだダイナマイトエクスタシーやってたのかなって思った確かにあのぐらいの声だったね確かにそうだよあれはゴキブリの方でいやもうゴキブリの話しちゃっともうやばいの俺ら怖くて考えられるだってゴキブリが車の中にいるなんて聞いてたんですけどそんなことあるんですか、うん、あるんだよ車の中にってことにいやあるんだでも大きいゴキブリが出た時は絶対持ち帰ってきてるもんだからね基本的に家に発車待って待って待って何の話今何それまだこれ聞いてない知らないよ持って帰ってきてるってどういうこと大きいゴキブリが家の中に出た時はカバンとか何かから絶対に持って帰ってきてない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 大丈夫ゴキブリいやだって平気そんな今すごい冷静だもんねいやあの私ゴキブリまあ別に得意でもないんですけど普通に苦手なんですけどもうネズミの方がもうとにかく苦手だめねだって顔かわいいじゃんネズミはいやーなんかもうこれネズミは全然大丈夫口の中に入ってくる想像しちゃっていや普通ゴキブリでしょ入って口に入ってくるんだからいやゴキブリネズミは入らない大きいネズミがこうこじ上げてくるのネズミが口に道歩いててかわいいじゃんそしたらうんあのこう喋ってたりしたら、うん、こうなんか屋根とかからピョンって飛んできたネズミがこうポンって口の中に入ったらどうしようゴキブリ話だよゴキブリだよどっちかそれゴキブリとかそうよ入らないよ、うん、ネズミは
なんかガとかさ、なんかそういう虫じゃん。虫、俺カマキリ入ったことあるから、ね、口の中に。そうよ、だそういうことじゃん。口開けながら自転車で行って、飛んできて口が当たってカマキリ。ガとかじゃないの。カマキリ。さ、虫じゃん普通は。動物は口の中入るなんてイメージないじゃん。いやなんか想像しちゃいます。そう、口に入る。一回、うん、あの素足に、ちょっと待って待って待って、なんていう話、何あったんだ。ネズミです。あ、ネズミか。経験が、うん、ネズミは素足にムニってされて、可愛いじゃん。家で、外ある家家でって、とんでもない家だけどね。家でそんなネズミ、外 B さんで歩いてたら、可愛くないでも、足の上を通過してネズミが、ムニムニってされて、もうそっからなんか想像しちゃいます。全然俺、いや嘘だ、俺ネズミもゴキブリと同等だよ。えー、なんで。結構叫ぶ、怖くて。ネズミなんて俺普通に触れるよ多分。触れるっていうか可愛がられる。嘘で、実はドブネズミだよ、あの渋谷とかにいる。超怖いやつだよ、大きくて。まあ確かに、あれはでっかいですね。ハムスターだと思ってるじゃん。俺ハムスターと思って今喋ってた、ずっと。そうでしょ。でも、洗えばハムスターなんですかね。え、洗えば、あれ汚く、あれ汚れてちゃいの、あのグレーになってんじゃないのよ。大丈夫。まず尻尾の長さも違うし。その、なんか汚れとかの概念だと。いや、ないないない、違うのよ。全然違う種類なんだけど、かけちゃん可愛いね、やっぱね。可愛いね。かわいいね、かけちゃんね。ハムスターだったらいいのにね。そういうの思えばだって全然怖くないんじゃない。かけちゃん、よくあんな企画出てたね、よく考えるとね。あ、ダイナマイト、ダイナマイト草し。すごいことがあったんですよ。何、教えて。あの去年、うん、あのパリに行ったんですよ。お、去年パリに行って、去年パリに行ってで道を歩いてたら、うん、あの台湾人のカップルに話しかけられて、うん、で、加計美和子さんですよねって片言の日本語で言われて、うん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 、で話してたら、このメガネビーキを聞いてて、うん、でダイナマイトエクスタシーで私の声に、うん、あの一目惚れして、うん、でそっからこの人誰なんだろうって調べて、で調べてそっからファンで、すごい。マジで台湾人。それもそうなんですよ、声が良かったんだ。そう、まあラジオの声ね、よく俺たちもね、秀島文香さんがとか、そうそう、大好きいるのよ。なんか声が良くて、そうそうそう、誰だろうみたいな調べちゃうなんだけど、 そのパターンだったんだ。台湾にまで、でパリで届いてたんだと思って、よく分かったね、それでね。で日本語もそんなに上手じゃないのに、はい、でしょ、片言でダイナマイトエクスタシー見て、おぎやはぎと、いやーすごい嬉しいねそれね。確かに可愛かったもん、かけちゃんのダイナマイトエクスタシー。なんか良かったよね。良かったよ、頑張ってたって感じするし、すごいかけちゃんね、面白かったです。面白かったね。もうやっぱり優勝してんでしょ。優勝わかんないけど、あ、でもあの妄想総選挙で優勝してとか、第6回大会で女王になったと。そっか、今日はだからそういうの募集してるよね、うん、あの、はい、かけちゃんの落とし方、はい、かけちゃんのさ、なんか本当に彼氏の噂とか聞かないじゃん。なんかあんまないんですよ。だってさ、取られないしさ、うん、ね、なんか分かんない、俺が知らないだけで取られたことあんの。あ、ないです、ないです。ないんだ。ないでしょ、うん、すごくない、取られたことない人って。なんかそのいる時とか別に隠してないんですよ、うん、その辺歩いたりとかしてるんですけど、それでも取られないから、多分ノーマークなだけだと思います。いや、そんなことないよ。そんなことないじゃん、かけちゃん。だいたい誰かのリークとか、うんうん、でも場所もさ、うん、取られそうなところにいないってわけでもないでしょ。いわゆる、取ないよね、ずっとなんか板橋区にいるわけじゃないでしょ。はい、板橋区でデートずっとしてたら取られないから。板橋区でないから。まあ地元はいいとこだからね。地元はいいとこだよ。そうですね。だからそっからだもん ね、ずっと東大だから。うん、全然取られないんだよね。そうなんです。すごいね。だから落とされてないのかなと思って誰にも。確かに。あ、でもあんまりめったに、うん、なんか好きな人できにくいかも。できない。そうなんだ。うん、簡単に俺できるのかと思って。彼氏がいない時期とか結構多いのじゃ。長いの。あ、多いタイプですね。多い。ね、同じ人って俺絶対にね、別れたら次、うん、しかも可愛い子なんかみんなそうじゃない。もうつい見つけてから別れるとか。開くとき開きます。開くんだ。はい、すごいの、女の子だと思ってたのに。俺はね、ビブのママにね、ずっとそれを言われてたから。ビブのママってあのね、加藤さん。そう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 。ね、女っていうのはね、うん、次を見つけてからじゃないと別れないのよ。そういうのが多いのよ、本当に。そう、やっぱり寂しがり屋なのかなとか、うん、そのビブのママ曰くね。そう。
ああそれないかもしれない。確実はそれない、はい、最後のちょっとかぶってた、かぶってるようなことない。ないです。降ってきたってことはね、次がいるのよって言うんだよ。かけて降ってきた今まで。あ、私から切り出すこともありましたね。あった。でも次いないのに降ってる。はい、大丈夫かも。かけちゃんがそんな言えるの、降るなんて言えなそうじゃん。ちょっと振ってみて、おいのこと。ちょっと、かけちゃんが振るって、かけちゃん、これさ、もうさ、そう、イメージがさ、振るなんて信じられないのよ。そう、振られる子だと思ってた、ずっと。おー。いや、なんか、かけちゃんっていい子だから、そうしすぎて、うん、俺のこと本当に好きじゃないだろうとかって思われて、うん、それで、そう。あ、それは言われる。そう、あんまピンとこなくて。で、ちゃんとしたこの意思表示をしなそうなのよ。そう。うん、ああ、言われますね。うん、めちゃくちゃ好きなんですよ。そうなんですよ。でも、だけど出てない。わかんなくて、うん、なんかもう俺もっと愛情がすごくこう来てくれる子の方が良くて、なんか張り合いがないって、うん、振られるとかはなんか想像できる。でも、かけちゃんが振る、ちょっと俺のこと呼び出して。何を理由に。呼び出せ、早く。あ、はい。いや、違う、わかんない。どういう時、理由っていうのはどっか。デート中ね。理由か。今日ちょっと切り出して、今ご飯食べ終わって、はい、食べ終わって今日はこの人と別れるってもう決めてきたの。そう、はい、うん、じゃあちょっと小木のこと言って。小木ちゃん、まあちゃん付けなの。小木ちゃん、小木ちゃんね、うん、どうした。小木ちゃん、ちょっと話があって。珍しいね、話があって。いや、小木ちゃんから、うん、なんか最近あんまりね、うん、時間も合わないし、あ、前みたいに全然会ってなかったよね。まあ最近そうね、忙しくなっちゃったからね、うん、お互いね。うん、寂しくない。え、寂しくない。全然寂しくないよ。え、私は寂しい。いや、もう今でもほら、会える時にね、ちゃんとこうやって深夜でも1時間でも2時間でもね、会えるから、うーん、いいかなって。深夜の1時間2時間、まあまあ全然。かけちゃん好きだし。他の時間は何してるの。え、仕事してるから。あー、仕事か。うん、かけちゃん、ちょっと私が、こう理想の思い描いている付き合い方ではないかも。うん、なんで、どういうことじゃ。理想ってのは どういうの教えて。俺絶対その理想にかなうように頑張るから。本当？だって深夜の 1,2、うん、時間しか会ってくれないでしょ。いや、今まではそうかもしれないけど、仕事だったからね。仕事もだからこれからセーブして、うん、かけちゃんの時間に合わせるから。あ、本当？うん。じゃあ簡単じゃねえか。簡単に簡単に仕留められるやん。だからやっぱ仕留められるかもな。そう、うーん、そうしてくれるんだったら、じゃあもうちょっと続けてみるって言いそうだもんな。ということでね、はいはい、うん、かけちゃんの、まあだからかけちゃんは触れないってことだね。触れないことは分かった。ね、もうすぐ。でも決定的な何かあったらちゃんと言いますよ。決定的なこと。でもさっきのだって浮気してんじゃん。だって夜中の1時、だって夜中の1時か2時にしかさ、うん、あ、夜中の1、2時間しか会えないなんてさ、もう浮気してるじゃん。いやでもそれじゃなくて、俺はなんかこっちも同じ仕事してる設定な感じだったんだけど。例えば役者さんとかさ、忙しくて時間のすれ違いってよくあるじゃん。よく女優さんとかよく言うじゃない。でもそんなことじゃ分かれないでしょ。うん、まあまあそれはなんか改善のしようはありますもんね。何だったの俺のその時間、うん、お互いが時間合わないっていうのはどういう設定、俺はどういう人間の設定だったの。いや、なんか隠し事がある。ああ、そっちこ、そっちね、なんか浮気のことね。浮気はやっぱ許さない。うん、ほらな、うん、できればね、うん、やできれば、できればいいじゃない。弱いよ。できれば弱いね。絶対浮気を、はい、に気づくことできるの。そんな、あ、気づかない。気づかなそうじゃん。いや、意外と気づきますよ。マジで、かけちゃんが、はい、どっから、うん、どっから、うん、なんで分かったの。あー、なんか変だなと思って聞いたら正直に答えた方はいました。正直に答えるんだ、そういうの。答えるんだね。ねえ、普通答えないけどね。正直答えられた時どうした。え、うん、どんな感じなの、正直答えられたら。いやそれでもまあニヤニヤしてんの。なんか怒んなきゃと思って。ああ、もうあえてってことだよね。怒り慣れてないから。そうそうそう、なんかもうなんかどうしていいか分かんなくて、気づいたら両手上げて、わあ。分かるわ。だからゴキブリ見た時と一緒だし、なんかほら子育てと一緒じゃん、なんか怒んなきゃいけないみたいな時あるじゃん。でも怒り慣れてないからさ、俺も本当にどうしていいか分かんないから、うん、わーってなっちゃうのよ本当に。もう怒り慣れてない、怒ったもんないから。
そう、ね、だそうなっちゃう、ね、でも怒んなきゃいけないみたいなのあるじゃん、そうか、そうだね。まあかけちゃん、うん、今日ねかけちゃんに来てます、はい、ラジオネーム初版は餅つき、皆さんごきげんよう、はい、完全な妄想ですが、はい、かけちゃんは男性の腕まくりする姿が好きだと思います、うん、なので僕はかけちゃんを遊びに誘い5分に1回くらいの頻度で腕まくりの仕草を見せます、ね、6時間ぐらいしたらかけちゃんは僕にぞっこんになります。どういうこと、腕まくり好き19歳、別に長袖のこうちょっと熱くなってさ、血管とか、あこね、ああ男の人の血管みんなかっこいいなって思う時はありますけど、で腕まくり関係なく血管ね、うん、腕血管どういうこと、なんか血管が浮き出てる、あ筋肉筋肉質の人はね、ああのよく、うん、あの技術さんでカメラマンさんとかってすごい血管が、そういうとこ見てるんだカメラマンの結果見てんだ見ちゃう見ちゃう、それどう思うよ、俺のはどう、じゃあ全然ダメでしょ、だって筋肉がないもん、ね、ここは出てますね、出てるって言ったってこれは誰だって出てるよね、うん、俺はもう血管がなくていつもあのあれが注射の、うんうん、ああれ困る、看護師さんがいつも困るのこうやってあのすげえこう締め付けたりとか、あのこうグーパンももっとしろみたいなねってで新人の人だと 3,4 回差し間違えてすごい謝られて、だからあの俺も男の人で筋肉質でもうブワーってこうあので俺も好きなの、あの分かる、自分にないから筋肉質の人好き、かっこいいですよね、なんかもう漫画みたいな、漫画に出てきそう、漫画のねそういうことね、そういうのが好きなのね、かっこいい、じゃあ腕まくりもじゃあ穴がち間違ってはないよね、間違ってはないね、60回はね多いですけど、多いのもねラジオネームツバメの番長、皆さんこんばんは、こんばんは、僕は家計さんと一緒にバッティングセンターへ行き、見かけによらず遠くに強い当たりを打てる姿を見せて恋に落としてみせます。家計さんがバッティングしている様子も見てみたいです。家計ちゃんのバッティングセンターかわいいね、かわいい、家計ちゃんはね、すごい、ありがとうございます、ね、だけどどうバッティングセンターで見かけによらず遠くに強い当たりを飛ばしてる人は、はい、全然興味ないそうだね。いやたまに行くんですよバッティングセンター、すげえ、今は、はい、自分の家に姉夫婦がすごい野球好きで一緒に行ったりするんですけど、なんか最初のまあ5球ぐらいはすごいと思って見てられるんですけど、それ以降はちょっとやっぱ飽きちゃう。5球以降飽きんだ、全然見ない、いや興味ないですよ多分ね、男って結構好きじゃん、男が好き、そう、もう妻連れてね、あ行くんだ、子供連れてね、あ子供が男の子だからね、一応バッター立たせてあげたいと思って、俺もさ結構自信があるから、はいはい、見とけなんつって、120キロとか130キロとか当たってんだけどさ、うん、こうやって後ろ見てうちの奥さんとか見るとやっぱスマホ見てるもんね。いやそうよ、全然俺のいい当たりを見てほしいのにさ全然見ない、俺のいい当たり見ないんだよ、あれ120キロミートしたらすごいんだよな、本当はすごいよ、全然見てくんないんだ、なんだろうあの俺のバッティングに興味ないの。そうあれ何なんで、いやもう100キロも120キロも分かんないんですよね。それ当たったところで別にすごいとも別にね思わないよね、別にね、なんかこうだからかっこいいとはないよね、気持ちよさは見ててもありますけど、うん、まあ5回ぐらいでいいかなっていう、うん、そうだよね、いや綺麗なセンター返し、俺すごい言うんだからね、今のすごいセンター返しだよって言いたくなるよね、そうだよ、うん、ヒットでも全然見ないでしょ、見ないそんなもん、違います、うん、ラジオネームカズピ、皆さん今夜も赤坂までお疲れ様です、はい、うん、かけちゃんはリンゴジュースが好きなので、あら僕の手作りリンゴジュースを飲まないと家に誘えばなんだかんだで仲良くなれると思います。リンゴジュースが好きなの、あの10代の時にあの好きな食べ物聞かれたら、はい、あのリンゴジュースって言ってたんですよ。古い情報だな。それが未だにウィキペディアに載ってる、ね、載ってんだ、はい、もう何好きじゃないのリンゴジュース、あんまり飲まないの。なんで買っちゃったの。ちょっとお酒飲みすぎた次の日とか、ああにちょっとねジュースでね、うん、って感じになっちゃいました。そっか、かけちゃってお酒飲むんだね結構ね、はい、お酒好きで、あそうなんだ、お酒ねいいね、お酒好きってね、かけちゃんは、うん、そっかお酒好きなんだもんね、お酒ね、ああ、うん、酔う、はい、なんだろう、どんな感じなのかけちゃんは、よく喋って
て、あれ、カラオケに行きたがります。カラオケ、カラオケ、え、歌って今珍しい急すぎる。かけちゃんいい感じっぽいね、なんかそのうますぎないでしょ、いいお父さんが可愛いの。わかんない、どうなんだろうな、こういうタイプが意外とさ歌歌ったらうまいっていうパターンもあるし、あるか、ちょうどいい、俺はかけちゃんちょうど良さそうだな、リズミ感、リズム感がないような感じが俺良さそうな気がする、うん、そう言われるでしょ。何歌うの、何歌うの、あの竹内まりやさんとか、最高、聞かす方ね、うん、ちゃんと、あとモームスとかも歌います。あーモームスね、結構もういろいろ何でも歌いますね。あ、そっち系だったんだ。竹内まりやいけんのちょっといい、意外だって歌ってほしいんだもん、竹内まりやをいつも、うん、まあ、でもまあまあいい曲だからね、女性に歌ってほしい。でも下手馬って言われます。あ、下手馬ね、すごいじゃん。あ、下手馬、確かケンコバさんに、うん、あのラジオで歌った時に、うん、下手馬って言われた気がします。でも下手馬はすごいいいよ、下手なんだけど味があるんだよね。そう、本当あの言ってた通り、その辺のカラオケにいそうみたいな、うん、そいいな、ちょうどいい感じ。それがいいんだよ、あのなんかうまいだろっていう、なんか自分の歌い方があるやついるじゃん、うん、女の人でなんか、うん、ああいうの嫌いなの俺うまいでしょっていうなんか歌い方あるじゃん、うん、うまくてもなんですか、うまくても、へ、うん、なんか腹立つの、なんか普通に歌えばいいのに、そういうのが、だからかけちゃんそういうのないからいいの。あ、カラオケのあり、何来ました、落とし方、うん、緑のボタン、かけちゃんとカラオケに行った俺、妄想ですよ、うん、行った俺ね、うん、ノリノリでビーズを歌うかけいちゃんの歌声に合わせて、うん、俺は太ももでドラムを叩く、うん、その姿を見せつければかけいちゃんは恋に落ちると思います。恋ね、ああそういうことか、うん、そうそう、あ、なんかリズムね、刻んで全力でやってほしいですね、ドラムエアドラムみたいな、ここのももで軽く乗ってるだけじゃなくて、うん、あ、軽く乗ってんダメ、全力でやってほしいです、全力でドラムこうやってガンガンこうダンダン、なんか全力ドラム、おふざけじゃないですけど、ああ、軽く乗ってるぐらいちょっとかっこ悪いのか、うん、ね、ね、男はそっち側のかっこいいとか思っちゃうんだけど、かけちゃんは違うのね、全力の方が全然いいんだ、全力で盛り上げてほしいの、やっぱカラオケ好きだから、なるほど、あ、ラジオネームアゴンヌ、皆さんこんばんは、はい、こんばんは。かけいさんは絶対虫が苦手だと思うので、かけいさんを押そうとする虫を丸め、あ、虫を丸めた新聞紙でバーンと叩き守ることで、かけいさんは恋に落ち、私のことを好きになっちゃうと思います。なるほど。どんなイメージですか。いや、わかんない。でも、まあ、すぐ好きになりそうなイメージある。かけいちゃん舐められてんな。舐められてる。舐められすぎですよね、これ。なんか本当小学生みたいな。いや、本当さっきはでもそうだ、なんか。なんだと思われてるんですか。いや、本当に簡単だと思ってんだよ。簡単なかけいちゃんは。そうだなんて。うん、簡単、簡単。うん、ちょっと虫を丸めて叩いたらもう大丈夫だろうとか、ラジオネーム沖縄の強し、あ、沖縄だからね、沖縄の強し、はいはい、僕は沖縄に住んでますが、沖縄といえば海、かけいちゃんも海は大好きですよね、はい、オープンカーに乗って海を走れば一発で恋に落ちます。かけいちゃんゴールデンウィーク一緒に海行きませんか。簡単、うん、もうオープンカーのもうリスナーさんたちサボってますよ、ね、確かに今日サボってるな、今日サボってるの確かに、かけいちゃんだからもうこんぐらいで落ちるだろう。そんなにオープンカーだって。かけみやこちゃんが来てますよ、うん、まあちょっとリスナーがサボり気味だとそうだね、私を簡単に落とせると思ったら、はい、そんなちょろくないです、そんなにちょろくないんでしょ、はい、ちょろく見えんだよな、でもちょろく見えんだよな、見えんだよ、ちょろく見られてる、どうなんですかね、ちょろく見られるかも、うん、ちょろく見られてるよ、なんか、うん、いや本当にそう思う、何が好きなの、どういう人なんかね、わかんないよね、かけじゃわかんないんだよな、でも押せば落ちんだろうなってずっと思ってた、全然そんなことないですよ、いや、そんなことない、スポーツ系野球選手とか、うん、サッカー選手とかそういう人にそんなになびかない感じもするじゃない、うん、なんか思ってた、うん、あんまり接点もないですし、うん、あの考えたこともなかったです、どっちなんだろう、でなんかといってさ、そういう IT のさ、うん、なんか
人、うん、社長さんとかそういうお金持ちの人とかにもそんななびく感じもしないでしょ、うん、そういうの好きな感じもしないじゃん、まあまあまあ、だから誰なんだろうないやだから俺はかけちゃんが本当に好きだっていう自分のタイプと付き合ったことはないと思ってんの。あ、全部押されて、ああもうだから言われて、おぎタイプね。そう、俺タイプ、おぎって全部押されて付き合ってるから、押されてっていうか告白されたりとかして意識し始めて好きになるみたいな。そういう感じだと思う。逆かもしれない。何を全然自分が好きになった人、自分が好きになって追っかけるの。じゃあちゃんと追っかけるというかちゃんと、うん、付き合う、自分から積極的に言ってことがほとんどですね。まあ、あとなんか同時みたいな。同時はないよ。同時はないけど自分からなんだ。絶対ないって結構小木が決めつけてるからね。絶対ないって同時は絶対ない。同時はない、うん、ありえないか同時なんて。でも押すんだ、自分から行くんだ。はい。あ、じゃあタイプをとちゃんと付き合ってんだね今までのね。そうですね。それは何、見た目、それとも何なんだろう、内面的なとことか。どっちもですね。うん、内面からでも入るでしょ最初は。まあ、うん、どっちも見てるかもしれない。内面だね。なんかすごいなんか内面内面だ。聞いてると、ね、一個も当たってないんだけど。なんか、あの、初めてのパターンだよね、この、話してて。いや、一個も当たんないで、うん、そうだね、そうだね、とか言ってんだけど。いや、そうだよ、かけちゃん難しいのよ、意外に。超簡単なの。なんか噛み合ってないですよね。ね、でも簡単だよ。簡単。かけちゃん簡単だよ。よ、めちゃくちゃ無能な占い師みたいな感じになってんだけど。全然当たってない。うん、わかるわかる、そうだよね。そうだよね。ラジオネーム、うん、マサラタウンのひじり、はい、毎日仕事で疲れて帰ってくる家計さんのために、うん、好物の春巻きとカレーを作っておきます。家計さんの胃袋をつかませていただきます。お、胃袋弱そう、ね、ありがたいですね。それは美味しいもの作ってくれる人、あ、嬉しい。いい、はい、春巻きとカレーこれは何、好物、はい、あ、これも、はい、19歳なんで古いんだよ。でも未だに好きです。好き、あ、今も好き、はい、未だに好きです、ね、あ、よかったよかった。春巻きとカレーうまいのいいな。春巻きなんか出てこない。春巻きなんてどうでもいいな俺。だってどこやっても同じ味なんだろ。家庭の春巻きってとこ、うん、同じだよ家庭の春巻き。一緒だよ家庭の春巻きなんて。いや家庭の春巻きなんて誰、まずそんなよくよく考えたら作らないよね。うちの春巻きを食べさせたいです。それだって家庭じゃないでしょ。それはプロの春巻きでしょ。それはお父さんが天ぷらやってるんですけど、うん、でもそこからなんか教えてもらったりとかじゃなくて、じゃなく母がオリジナルで作ってる、うんうん、もう家って感じ。もう食べさせてるじゃん。パンパンの春巻き行くから食べさせて。実家来ます。実家か実家に行かないと食べれないな、うん、かけちゃん家じゃなくて実家じゃないんだろうな。実家ですね。春巻きってでも実家かでね、うん、あんまないよね。もうあんまり。あ、本当に。春巻きって大体作り物っていうか、うん、お惣菜屋さんで買ってくるようなものとか、だと思うよ、うん。自分であんまり巻かない気がする、あれ。へ、だって油で揚げなきゃいけないじゃん。そうですね。カレーも、じゃあやっぱお母さんのカレーが美味しい。カレー、あ、でもカレーはもう、好きすぎて、お母さんのもちろん好きですけど、いろんなの食べました。なんかインド系とか。インド系ね。好きすぎるとインド系いくよね。だカレーって本当さ、うん、家庭の味の代表みたいなもんじゃん。その家庭で全部違くて、うん、で家庭ナンバーワンみたいな風に、うん、まあ、言われてるというか思ってる人も多いけど、本当お母さんには悪いけど自分のね、うん、速攻抜かれるようなカレーって。だって今うちの妻のカレーのうまいもん。まあでもカレーはだって普通はお袋の味って感じするじゃん。あ、そうですね。でもカレーは意外とお母さんのカレー、うん、結構序盤に抜かれたわ、いろいろ。まあ確かにね、序盤で抜かれた。別物って感じ。別のカレーだからね、家のカレーってね。いや、もう抜かれた。抜かカレーは家はそんなだな。うまいけどやっぱプロの方が全然うまいからな。どういうカレーが好きなの今は。
今は南インドカレーが好きです。南インドおしゃれ。何南インドってどういうのよ。だってこれ全部南つければおしゃれだから。あ、そうだ、南理論ね。南ってつけたんだ。南インドいいよね。南青山とか南つけたら全部ただフランス行くより南フランス行く。名前つければかっこいいから、南ってつけると。南インドね、どういうカレーなんだろう。南インドのカレーって普通にインドカレーって、はいはい、バターチキンとか、そう、ね、こう何につけて食べるみたいな感じよくあるじゃないですか。南インドはスパイス使ってて、うん、結構シンプルで、なんかバシャバシャしてたり、うんうん、バシャバシャね、はいはい、なんかこう魚の出汁とか取って、うん、あのカレーにしてたり、ちょっとスープっぽいの。あ、スープっぽいかもしれない。うまそう。めちゃくちゃ美味しいです。自分でもうそれはスパイスとかも研究して自分で作ったりするの、うん、それも。あ、作ることもあります。美味しい店があるの。断然お店の方が美味しいから、お店に行きますね。店のうまいよ、そりゃ。そういうの、まあ、店うまいよね、ほんとね、わかる、うん、店はうまいってなんだそれ。カレーは店がうまいよね。話は面白いけど、どこのカレーだったらわかるけど、店うまい。どっかのお店を行ってくんないとカレーは店がうまいよね。でもやっぱ胃袋はいいみたいよ、かけちゃんは。なるほど、美味しい。いいもの。料理人とか好きだね、じゃあね。料理人とか使ったことあるでしょ。あ、ずるい。料理人と付き合いそう。ないです。ぽいよ、ぽい。ないです。ない。ない。ないです。料理人っぽいけどな。いかにも。ないんだ。全然当たんない。職種ね。職種。職種かぶってる？その言わなくていいけど、職種は今まで何人かの中に、はい、同じ職種いた。例えばさっき言った技術さんが確かに多いですねとか。同じ職種の人いました。あ、いた、うん、まあそれはもちろんいるよね、うん、だからそれがだから今言ったね、その料理人はいないっていうけど、うん、AV 何いる。いないです。職種ない、職種じゃないよ。いないです。いないよね、やっぱ俺優勝してるから。ああ、そっちか、うん、そっちだよね。ダイナマイト。セクシーダイナマイトで優勝してっから。セクシーダイナマイトじゃない。セクシーダイナマイトじゃない。ダイナマイトスタジオ。今泣いてちゃったよ。なんだその間違い。セクシーダイナマイトなんてコーナーないのよ。いいけどね。だんだんっていいのよ。ラジオネーム、滝川にクリステル。かけいちゃん、こんばんは。こんばんは。僕がかけいちゃんを落とす方法は、うん、かけいちゃんが眠れない時にふらっと立ち寄ってドライブに誘い、コンビニでソフトクリームを買い1時間ほどなんてことない話をし仲良くなってるので告白をし、自宅に帰り一緒に眠ります。どういうこと。バカ、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 いいですね。バカみたいだけど、でもこれはこれでかけちゃん想像すると、うん、でかけちゃん、あのさ、うん、眠れない。何かけちゃん、なんか眠れないんだってとかつって、うん、じゃあいいよ今からさ。あ、でもね、あ、でも分かった、あ、眠れないのよ。かけちゃんがなんか LINE とかで、うん、でも眠れないみたいなこと言ってて、そんなこと言ってかけちゃん眠れないの。俺もちょっとじゃあさ、ドライブ行こうよとかつって、あ、いいかもってね。で、別にどこ行くわけでもなく、じゃあちょっとさ、うん、横浜の方でもバーって走ってたら、ミニストップあるからソフトクリーム買って、うん、いや、 やっぱうめえな、ミニストップのソフトクリームはさ、とかって言いながら、もう帰ってくる頃に、いやー、かけちゃん、付き合わない。早い。そこがおかしいじゃん。うん、で、一緒に寝ちゃうんでしょ、もう。そう、もう一緒に寝ちゃう。そこおかしい。でもそれもかけちゃん似合うじゃん。確かに。のほほんとしてっから。なんかその、なんかこう急に会える感じとかは、なんかこの行動はすごいいいなって思うんですけど、なんか想像するとその人なんかバカそう。バカよ、バカ。すごいよ、俺は。アイスクリーム買って。そうよ。付き合ってよって。付き合ってよって言って。でもバカすぎるけどね。このいきなりね、まあなんか、まあ、来るとかは、いい気がする。いいんだね。わかる、それはいいかも。そっか。ちょっと。非日常だよね。なんかね、今から会えるみたいな感じ、いいですよね。いいよね。迷惑な時もあるけど、タイミングがいい人っているからね。うん、そうなんだよ。そういう男がいるんだよ。なんか男も女もなんかタイミングが合う人っているよね。今ちょうどみたいなね。
そしたら恋に落ちやすいんだろうな、ね、ラジオネームまぶしいがり屋、皆さんこんばんは、こんばんは。かけいちゃんの落とし方ですが、うん、はいはい、かけいちゃんはアートな男が好きっぽいので、うん、僕が公園で絵を描いているところにかけいちゃんが通りかかれば、うん、勝手にのこのこ寄ってきて意気投合して落ちると思います。あとペリエとかおしゃれな水をさりげなくあげれば間違いないと思います。バカにしてますね。簡単ね。ペリーで落ちますよ。ペリーで落ちんだ。いや落ちないです。落ちないです。水。水よ水。でもガス入りの水ってかっこいいじゃん、なんか。俺炭酸水好きだからな。ねえ、かっこいいと思わない？ペリーとかさりげなく。なんかね、あのおしゃれなレストランとかに出てくるの、そういいなって思いますけど。アートはアート。アート。アート好きですけど、あの、公園に落書き、公園で絵を描いてんだよ。ああ、そうそう。風景画かなんか描いてたら、かかんないもうかけいちゃんはのこのこ来て、うん、近寄ってきて、うん、何描いてるんですかとか言われるから、うん、なんかこう説明してたら、これはね、あの今あれ描いてるんだけど、絵をね、あの今油絵でこれはちょっとこうほら。あ、うん、あ、でもなんかちょっと。そういう自由人みたいな感じ、ちょっと好きかもしれない。ああ、そう。そういうの話しかけるタイプ、まずなんか、うん、結構、フランク。かけいちゃんってフランク？そういうプライベートは。人見知り？それとも、うん、ずっと人見知りだと思ってきたの。ずっと俺はかけいちゃんと。また当たってないでしょ。結構誰とでも話せるかもしれない。マジで？全然当たんないのよ。いや、俺人見ずすんごい人見知りだと思ってた。そう思わなかった？かけいちゃん？うん、いやー、かけいちゃん人見知りだと思ったことあるよ。本当？俺すごい人見知りだと思ってた、ずっと。かけいちゃん、じゃあ、おぎは、多分かけいちゃんのこと好きなんだと思う。で、おぎって自分が好きな人は自分と同じタイプだと思ってる。なんかさっきから、私かけいちゃんのこと好きだから。当てはめようと。当てはめよう、自分に当てはめようとしてんだと。だってかけいちゃんってさ、誰とでもうまく話せるじゃん。それは周りが、かけいちゃんが、口下手だから、うん、周りがこういろいろ話しくれるから答えやすいっていうだけの話で、うん、自分から話しかけたりしないのよ。わかんない。俺も話しかけたことないのよ、かけちゃんから。いろいろ仕事現場にある。何これ当てはめてくる占い師。いや違うんだ。うん、すごい。かけちゃん人見知りな。人見知りですごい。うん、黙っずっと黙ってそのイメージだ。まあそっか。でもなんか社交性もない。社交性なさそうでしょ。途中で変わってきた感じはあるかもしれない。ほら、そうじゃん。おぎやはぎさんとご一緒してた時期、でしょ？バラエティの時期は、うん、確かにキョロキョロしてましたね。キョロキョロ。周りと話せなくてキョロキョロしたりとか、ね。そうだよ。俺そういう学園ちゃんをずっと見てきたんだもん。なんか話しかけてあげようと思って。もうなんかだんだん気にしなくなってきた。大人になってきてね。そうか。ここ何年か会ってないからそんなに変わっていったのね。そっか、積極的には話しかけないけど、なんかふわっとしてるだけで人見知りっていう感じじゃないと思ってさ、人見知りはなんか俺もこう拒絶じゃん。あ、拒絶じゃなくて別にふらっとふらっとしてんの。だからもうノーマルな感じ。別に話さなくてもいいってことだよね、その場でね。そうそうそう。人見知りっていう人はなんか話しかけられてもさ、なんか本当にちょっと話しかけないでオーラを出すやん。そういう感じではないじゃん。なんか。そう、だから。口下手、ね。口下手でしょ？ほら、口下手ってんじゃん。そうなのかな？それで、俺、かけいちゃんともしかして、うん、そのドライブとかしても、うん、俺、全然話が弾まない気がするもん。二人に。話しかけてあげて。いやいや、話しかけてあげて。ちゃんと。話してもだよ、うん。広がる話し方をしてくんなそう。うん、ああ、はい。それは勉強したいところです。うん、ああ当たってるでしょ、やっぱ当たってる受け答えを。そう、いやもうその広がらなそうなの。デートとかは分かんないですけど、うん、普通に仕事場とかでも、うん、あの合間に話すとかってなった時に、うんうん、話の広げ方が分かんない、うん、難しいなと。うん、じゃあ例えば何興味がさあることはやっぱ広がるでしょ、はい、じゃあ話の広げ方っていうのは、はい、あんまり自分に興味のない話題になった時もできなきゃいけないんだもんね。そうですよね。だって興味のあることはさ、自然と話せるじゃん。うん、でゴルフとかやんないでしょ。やんないです。ゴルフで話、うん、ちゃんと聞けるかね、うん、ゴルフを。ちょっとゴルフを。ガケイちゃんゴルフとかやんないの？
ああ、やんないですね。やんない。だって、うん、今30歳、はい、ぐらいだと結構女の子最近始めてるよ、ゴルフ。そうですね、周りにもいますね。いるでしょ、ゴルフとかやった方がいいよ絶対。ああ、そうですか。スポーツはやる？スポーツは、あのトレーニングはしてます。あ、そう。それくらいですね。ゴルフは周りもいるんでしょ？女の子でもいるでしょ、やってる子。あ、いますね。ねえ、やるんですか、やるやる。すごい好き。何が楽しいんですか。何が楽しいんですか。最悪だよ。ゴルフ好きな人みたいな。何が楽しいんですか。最悪だよ。これよく言っちゃう。俺もそれ聞きたいんだな。何が楽しいんですか。普通に聞きたいんですよ。分かる分かる。変な意味じゃないの。ここで こんばんは。TBS アナウンサー佐々木舞音です。新たな放送文化を築くべく、放送中の出来事で後世に残したい言葉や行動を表彰するおぎやはぎ最新語流行させたい語大賞。選考委員であるリスナーの皆様から寄せられたものの中から厳選されたノミネートを発表させていただきます。それでは美のカリスマ大沢あかねさんとビューティー&ビューティーした4月18日の放送から選ばれたノミネートを発表します。まずはこちら、ラジオネーム唇カバン持ちさんからの推薦です。1時32分矢作氏が持ち歩いているゴルフ練習グッズが空港で引っかかったという話をした時、グッズの形状を説明しようとする矢作氏が見せた美を高める放送にふさわしい、たどたどしさの中にも可愛らしさが垣間見える話し方。それをハマる、へべ、はめられるのよ。あの刺せるようになってるね、はい。上の口あるでしょ、ペットボトルの口がある、うん、あるでしょ、うん、それをハマる、へべ、はめられるんだよね。はめられるのよ。グリップの感じ。なんで説明できないんだろうな。蹴り挟むんですね。そうなっちゃうんだよな。続いてのノミネートはこちら。ラジオネーム、あべこべメガネが見る部屋でさんからの推薦です。2時1分頃、大沢あかねさんが美容器具、インモードについて説明しようとしているとき、小木氏が小声で発した、普通ならセクハラにも聞こえるが、美への探求心からどうしても聞きたかった疑問。陰毛と違うの、それは。ひどいね。ちゃんと皮膚科で、美容皮膚科で陰毛度っていう、こう温めて吸って温めて吸ってっていう。陰毛と違うの。陰毛度じゃないの。いや、これなんか怖いの。陰毛度で陰毛と違うの。言ってもダメですね。続いてのノミネートはこちら。ラジオネーム、あんちゃん売れなくても使ってくれよなさんからの推薦です。1時44分毎週のようにナッツを食べているから美容にいいはずだと話す小木氏と矢作氏に、夜遅くに食べるのは良くないと大沢あかねさんが答えた後、綺麗になりたくて食べてたのにという矢作氏に対し、大沢あかねさんが発した美容用語のような魔法の言葉。スーモネパ、宴会みたいになっちゃってるじゃないあなたたち。ナッツの油はいいって言うけども、この時間はダメよ。この時間ダメ。あら、そうなの。ちょっと何、ま、え、ちょっと綺麗になりたくてすごい食べてたんだけど。違うの。スーモネパ、宴会みたいになっちゃってるじゃないあなたたち。そちらもすごい。続いてのノミネートはこちら。ラジオネーム、強欲な宇野さんからの推薦です。2時58分頃、あまりに気になったのでポッドキャストのアフタートークを聞いた限り、あったであろう段取りを無視して脈絡なく、おぎすまと呼びなさいと言い出した様子のおぎ氏、うん、しかしよく考えるとそれはリスナーを困惑の極みへと陥れる昨今の考察ブームに一石を投じる小木氏ならではの新たな仕掛けだったのではと思われる番組のエンディング、うん、不気味なコールで終わる、う
な。小木さん、うん、小木さんいいの、うん、じゃあ今日小木さん言わないの、何言うよ。 私でしょ、私は私はね、今日ね、美のカリスマ、いや小木スマと呼びなさい。小木スマ、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 美のカリスマ、小木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 スマ、たたえよ美のクリーミンたちよ。浅田真央です。劇場の中に怖い、寝れないよ、宗教みたい、怖いね。本日は以上です。謎を残すっていうのは斬新な手法でしたよね。今思えばタイトルのビューティーをビューティー&ビューティーと同じ言葉をなぜ2回繰り返したのか、考察ブームに一石を投じる一つだったんでしょうね。さすがです。それでは特に謎もなくマイネメールを久しぶりに読ませていただきます。ラジオネームオリオリさんからです。マイネさんこんばんは。こんばんは。いつもマイネさんの美声に癒されています。ありがとうございます。最近おぎやはぎのラジオではナッツを食べたり、おぎさんの差し返しコーディネートを取り上げたりとおしゃれな雰囲気を醸し出していますが、マイネさんが思うおしゃれって何ですか？私が思うおしゃれは一色コーデです。確かに一色コーデはおしゃれ上級者って感じしますよね。なんだろう、私が思うおしゃれ、小物使いが上手な人はおしゃれだなって思います。帽子とか伊達メガネとかアクセサリーとか、こうネックレスがゴールドだったら時計もゴールドにするとか、そういう人はおしゃれだなって思います。今週も皆さんメールありがとうございました。メール読ませていただきましたけど、あまりに謎がなさすぎたかな。これじゃおぎやはぎさんに怒られちゃいますね。お二人とも大のミステリー好きですもんね。おぎさんのイギリス好きはシャーロック・ホームズに憧れているからで、矢作さんがメガネをかけているのは名探偵コナンに憧れているからだってどこかのネット記事で読んだ気がします。お二人のためにこれからは私もミステリアスな面を出していきたいと思います。ということでおぎやはぎ最新語流行させたい語大賞では皆様からのメールをお待ちしております。後世に残したい最新語流行させたい語の放送時間と内容を記載の上メールをお送りください。様々な角度からの推薦をお待ちしております。それではまたお会いしましょう。 TBS アナウンサー佐々木舞音でした。なんかおしゃれは人それぞれ違うんですね。なんかゴールドのネックレスにゴールドの時計を合わせてるのがおしゃれです。思っちゃうって、ね、竹ちゃんは何おしゃれ、どういう人がおしゃれなの？そう、なんか靴下がちょっと可愛い色とか、うんうんうん、お靴下が小木といえばね、可愛い色ってでも、ね、まあまあでもなんかこどういうやつ、あのチラって見えてるところに色使ってたり、うん、あの、うん、T シャツがちょっとこう、うん、パーカーから出てるとか、可愛い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 俺の話でした。可愛い靴下履いてた。おしゃれだな。もうね残りわずかですが、はいはい、やっぱりね、うん、今のところ落ちるメールあった？ないかな。そうだな。でもちょっとさっきのあのいきなり会って、うん、ドライブしてみたいな、アイス食べてみたいなね、うん、深夜とかにね嫌いじゃないよと、はい、いい感じでしたね。ラジオネーム水風呂80分、うん、皆さんこんばんは、うん、家計さんはお水が好きそうなので迎えに行く前に2リットルのお水を買っておき助手席に置いておいたら好きになっていただけるんではなんて考えちゃってます。水でいいんで。どういうイメージ？やだよね、2リットルのやつなんて、ね、2リットルの水飲んでる女の子あんま見ないもんね。あんなペットボトルあんなでっかいやつを我慢してやつ、ね、なんで水好き？
いや普通に生きるために、うん、そうやね、そっちもね。ラジオネームマロ、おぎやはぎさん、こうむてんさん、かけいさん、こんばんは。僕はまだ18歳なので、他のクソメンたちにはない若さを生かして、恋愛について何もわからないピュアな男子を演じていれば、かけいさんを落とせると思ってます。わかる。ピュアさを売りに。ピュアな男好きでしょ。年下はどうなの？好きなの？いや別にあのなしでもありでもない、ありですね、ありですけど、ピュアな男の人好きじゃない、人によるってことね。うーん、あーでも、まあ、ピュアさは大事だな、大事だよ ね、そこは分かる、関係なくね。ラジオネームエンジェルマート、皆さんこんばんは、うん、最後に家計さんから答えを聞きたいです。どういうことをされるのがいいんですか、うん、こちらクソメンなので。あーなるほど、お分かりの通り、まともな案が出ません。そうだよ。だからみんな、舐めてんじゃなくて、そう。案がなかったら知らないんだもん、そういうのを。女性と仕方もないもん。もう、かけちゃん、正解聞きたいってよ。どうしたら落ちるの？私はこれで落ちますって。なんだろう。教えてよ。かけみょうごの落とし方。そう。私の落とし方。うん。うん、そうだ。理想でいいんだよ。なんかいろんな、あるじゃん。でもまあ、うんうん、そうだな。さっきみたいな、うん、その、フットワークが軽い感じは、うん、結構、いいんだ。はいはい。いいなと思いますね。フットワーク軽いわ、ね。夜とかも、はい、じゃあもう、来週、はい、休み、じゃあ行く韓国みたいな、そういうのは、ね、それはちょっとめんどくさいな、めんどくさい、めんどくさいのそれ。ちょっと近場ってことはね、どこ、何、なんかまあなんかそのご飯とか、ご飯、はい、どういうこと言われるの好きなの、なんか褒められるの好きとか。ああ、なんかかけちゃん褒められるの大好きでしょ。褒められるの好きです ね、うん、実は鬼みたいにちょっと上から来られる方が好きとかさ、上から行ってるかな。もうすごい 髪のサラサラ綺麗じゃん、うん、ありがとうございます。今日もできてる。今日もメイクしてる、それ。あ、してます。あ、さ、すごい自然な感じ、いいよね、うん、そこがいいね、かわいいよ。写真集ゴーミー開けて26日発売です。かけちゃんありがとう。ありがとうございます。